はい、どうのんじです。今日は2023年2月2日、木曜日深夜2時46分に撮影してます。はい、ちょっとね、酷使したものとは違う動画になるので、順番がね前後して申し訳ないんですけども、今日は、宮台真司さん襲撃事件において現場から逃走していた犯人がね、犯人の名前が予約実名報道されましたので、今日はちょっとねこの方の鑑定をしていこうと思います。でもうね、彼に関しては本当に優先順位一番で、名前が分かり次第やろうと思ってて、でしかも予想していた犯人像とある程度一致してて、だから彼に関しては特別な思いがあって、僕の活動目的の全てがこの事件に詰まってて、そう。だから僕が彼の名前を鑑定することによって、それを見ている人の中で、特別な思いを抱く人が必ずね、いると思うので。そう。本当に、まずね、これは僕にしかできないことだと思ってるので、強い使命感のもとで、やろうと思ってます。はい。ということでね、彼は一体どういう人物なのかについてね、生命鑑定で読み解いていきたいと思います。はい、ということで待ってやっていきましょう。さあ、ということで、宮台真司さんと倉光実さんについて、やっていきたいと思うんですけども、去年の12月17日自宅からおよそ300メートル離れた別宅で死亡しているのが発見されたということでね、遺書もあって、自殺したものとして報道があったんですけども、で本当にね、僕はね、のんじ鑑定事務所だったり鑑定動画だったりずっとね危険名の人ばかり取り上げていていたんですけども、本当に彼のような人を助けたくてやってて、マジで誰にも理解されない世界の中で生きている人がいて、それが、こういった危険名を書いてる人で。で、危険名ってね、言うのはね、いわば牢獄で、檻の中にいて、一切に手出しができない状態に置かれていて、その牢獄には屋根もなく、壁もなく、天変地異の自然災害の影響をもろに受けた。で、しかもノーガードですので、人を馬鹿にしてくる奴らの格好の餌食にされ、好き放題嘲笑されたりもして、で、この痛みを伴う苦しみを死ぬまで経験しなければならないというのが、危険名という名前だ。そう。で、一方でね、もう本当に真逆的な存在として、宮台さんの名前っていうのは、彼はね、知覚と外覚の関係が、相乗してて、同覚同数の秘話になっているので、彼は本当に自己愛性人格障害なんですよ。自分が一番正しいと思って、生きてる人間なので、そう、自分が一番正しいと思ってる人間に対して、で、双覚複運に関しても39覚っていうね、ちょっとね、競争的な数理を持ってるので、自分が一番正しいと、思ってることを前面に出すことによって、ちょっとね、競争的な雰囲気を醸し出していくんですね。そう。だから、なんか、この人のことを信じていけばなんとかなると思わせるような力があるというか、ちょっと彼はね、洗脳がうまいというかね、カルト宗教の競争っぽい雰囲気を醸し出しているので、とにかく、彼はね、自分を信じようと。自己肯定感を持とう。だってそういう名前なんだもん。十五角と十五角のね、この知覚外覚の秘話。なんだもん。そう。それは自分のことめちゃくちゃ大好きだし、それが正解だと、真剣に思う名前なんで。結局自己肯定感の低い奴はクズになるよとかね。親とか教師と絆結べないよって言ったり。そう。なんか、結局、自己肯定できない人っ
自信のない人たちのことをひとまとめにクズと呼んでディスってしまうところがあると。ただその解決策としてね、こうする、こうすれば自己肯定感を持てるよ、自信持つことできるよみたいな、愛されましょうねみたいなところでね、ちょっと彼はね、やってるんですけども、そうだからね、なんだろう、彼のことを信じとけば自分のことを好きになれると思ってる人たちからしたらめちゃくちゃ刺さると思うしね、めちゃくちゃその狂信者みたいな人たちもたくさんいるので、彼の気持ちはすごくわかるんですけども、ただ僕はね、危険名の人たちを救いたくてずっとね、鑑定動画作ったり鑑定事務所やってたりするので、まずね、やっぱりあの自分の一方的な思想を押し付けるやり方は、それがたとえ統計的に万人の人が求めている何データだとしても、それに該当しない一部の人間がいて、その一部の人間に対して僕はずっと鑑定動画やってるので、個人に対してやってるんですよね、一人一人に対してやってるので、だからそう、統計的にこの画数を持ってる人はどうでっていう話をしたいわけじゃなくて、この名前を持ってる人を運命学的にどういう人物なのかってことを読み解いていくことをやりたいわけ。だからね、一人一人違うですよね。そう、じゃあ同じ名前だとしても、結局その関わりとしてね、親とか兄弟とか友達とかの名前まで全部一緒ってやつはいないでしょって、みんな違うわけ。だからそういった置かれた環境においてね、萎縮して自信なんて持つことができなくなったり、心を保つこともできない人もいて、そう、そういう人のためにね、僕はやってるので、ひとまとめに、統計的に、っていうやり方は僕はやらないのでね、そこは、全然違うんですけども。とにかく彼はね、そう、プラス思考になろうとしても、マイナス思考でやろうとしても、とにかく一歩でも外に出てしまえばね、告されてしまう名前なんで、めちゃくちゃしんどかったと思うんですよ。そう、しんどい中で、まるでその自分の生き方とか自分のこの言い表せない苦しさをひとまとめにクズと言われるやり方に対して、本当になんだろう、一つの宗教のような思想に対して、本当に安倍晋三襲撃事件のような、こいつさえいなければみたいなところで崇高な目的があって、本当に彼を、その宮台さんを殺害しようと思って勇気を振り絞ってやったのかなと思うんですよね。そう、うん、だから本当に彼のような人たちっていうのはネットしかもう耐えるものがなくて、データとして、その情報源として耐えるものがなくて、でそのネットの中にね、そういった自分の、なんだろう、自己肯定力を高める方法としてね、いろいろもしかしたら調べていく中で何か宮台さんに行き着いたのかもしれないけども、その中で本当に言葉一つで、そう、本当に心臓えぐられるような気持ちになる人がたくさんいて、そう、だから宮台さんもそんなつもりはないと思うしね、うん、全然なんかこういうさあ、自分の思想とは全く違う人も世の中にはいてさ、そう、だからなかなかね、難しいことなんですけども、うん、ただね、僕がね、のんじ鑑定事務所で一番救いたい人っていうのは、こういうね、倉内実さんみたいな人を助けたいんですよ。めちゃくちゃ名前で苦しい思いをしてる人なんで、これはマジでね、本当に宮台さんみたいにね、
強い名前の人には絶対わからないことなんだ。そう。もうただただ告されるしかない名前で、自分を犠牲にしないと、犠牲というか、そう、都合よく使われるというかね、常にね、干渉の目に置かれてて、そう、すごくね、生きづらいと思うんだよね。そう。人の目に触れることが怖い、怖いと思うぐらい、自分が一歩社会に出た時に、その社会からね、変人扱いされてしまうことの恐怖。これは、この名前を変えてる人にしか絶対わからないことだし、そう。ひとまとめに、そう。だから、自信を持てって言って、持てない奴はクズだっていう言い方するのも、まあ、違うと思うんだけどね。そういうふうに、自信を持ちましょうっていうふうに彼はずっと言ってるので、そう。ただ、なんだろうね。すごく、不快な気持ちがあったんだろうなと。そう。なんでね、ちょっと、本当に、関わっちゃいけない人たちみたいなところがあるんだけども。そう。だから、数字じゃないんだよね。俺が言いたいのは。統計で何人の人が、こういう風になる傾向があるからとか、数字で、人のことをね、人、まとめにしようとするけども、その数字に当てはまらない人も必ずいるので、そう。その例外に対してを、ちゃんと言ってほしいなと。そう。彼のような例外もいて、そう。何やってもうまくいかない人が必ずいるので、そう。その例外もひっくるめて統計に入れんなと思うんだよね。うん。全然。その統計じゃ言い表せないことがたくさんあるので、はい、本当にね、僕はこの名前を見たときに、そう、本当に胸が苦しくなって、そう、どうしようと思って、どうやって伝えようかなと思ったんだけど、まあ、自然と言葉、なんだろう、自然と出てくる言葉で、話してあげた方がいいなって、きっとその方が伝わるだろうなと思ったんで、うん、はい、ということで、もしね、同じように名前で苦しんでる人がいましたら、もしかしたら危険名かもしれないと、自分のことを思っている人がいればね、ちょっと名前見させていただければ、うん、やっぱりね、個人鑑定って結構。一人ね、置かれてる環境違うので、自分の親の名前、自分の友達の名前、あるいはその社会においての上司だったり、ね、すごく関わりの深い人、恋人、旦那さん、お子さん、とかね、そういう人の名前っていうのは人それぞれ違うので、全く同じなんて人はいないんですよ。ね。そう。その中で、危険名を抱えてる人の中で、この毒薬って結構やばいから、うん。彼にしかわからない心の闇みたいなものが、生命鑑定することで、一言一句全部あってるわけ。そう。そこに気づけるかなと。画数何画大吉、とかね。そう。大凶とかね、おみくじじゃねえんだからって思うんですよ。うん、そうじゃなくて、そう、ちゃんと五行を見て読み解いて、そう、告される名前とかね、相乗の名前とか、自分自身持って生きていけるかどうかっていうのは全部わかることだから、そう、うん。だから本当に安倍晋三襲撃事件の二の舞です。これは一人の教祖ね、をまあ殺害することによって、その思想を間違っていると。世の中に、もしかしたらね、伝えたかったのかなと。そう。みんながみんなその思想が正しいわけじゃないよと。だから押し付けんなって。クズにすんなって。クズ扱いするなっていう、なんか、
思いがね、伝わりましたので。そう。ただ、本当に事件を起こす前に、宮台さんではなくて、それよりも先に、ノンディ TV を見てほしかった。こういう人は、マジで。そう。そう。逆恨みしてもしょうがないから、そう。これは逆恨みでしかないしね。本当に。そう。この人を殺害したところで、何も変わらないし、原因は自分にあって、自分の名前にあって、そこ知らないと解決しないし、そう。宮台さん、宮台さんの名前通り生きてるだけだし、そう。だからそこを含めてね、一番ちょっとね、同じような名前のせいで苦しんでる人がいればね、まあおそらく彼のこと、クラミさんのことを共感してくれる人もたくさんいると思います。そう。おそらくこの、ね、ノンディ TV でやってるこういった鑑定動画を見てる人はね、同じ名前の人必ずいるんで、同じ配列の人が必ずいるんで、わかるよって。僕もそうだよって、私もそうだよって人必ずいて、そう。で、こういう風にね、危険名の人を出すと必ずね、そうでしたと。一言一句全部合ってます。つって、のんじ鑑定事務所に依頼が来るんで。はい。だからそういう人たちがね、迷わずに、まっすぐ、うちに来てもらえればいいなと。はい。名前のことで悩んで、まあ、名前が原因であればね、名前のことで悩んでしたら必ずね、解決できるんで。はい。みんな一つは、人それぞれね、名前通りに来てるので。はい。ということで、ちょっとね、順番が前後して申し訳ないんですけども、今回は、宮台真司さんと、実名報道された、倉光実さんの、ちょっとね、生命鑑定を軽くさせていただきました。はい。ということで、今日中に、まあ、2月2日だね。今日中に、ちょっと、告知してる動画の方はまとめて投稿していきたいと思いますので、お待ちしていただければと思います。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。